1本使い切ってみよう。こんにちは、ゆきです。先日職場の友達がね、見て見てって言ってね、私の元に持ってきたのがこれ、プラセンタ原液 100% 美容液。職場のね、別の子にプレゼントするって言って自分の分も買ってきたんだけど、試したらすごかったって言って、これを手に塗ったのを見せてくれたんですよ。その写真がこちら。写真じゃわからないでしょ。肉眼で見たら明らかにこれを塗った方が真っ白くなるんですよ。そんなことある？と思ったので検証します。美容液は保湿や美白などの美容成分を多く配合したスキンケアアイテム。乾燥、シミ、シワなどにおすすめ。ぴったり。プラセンタ原液1本使い切ってみます。1本使い切った時に私のシミ、シワどれほどなくなるのかを試してみたいと思います。ここからはもちろん美容液を試しなので、アプリは使わずにお送りいたします。この美白アプリを使って撮ったオープニング動画とこの先の美容液お試し、画質が一気に変わります。びっくりするよ。それでは検証動画お楽しみください。初日です。これが私のドスッピン。シミ本当にすごいんですよ。そばかすとクマもね、こっちもこれ反転じゃない？本当にすごい。全てはこの美容液できっと変われると信じてさらけ出してます。順番としては化粧水、美容液、乳液。化粧水は塗り終わってます。体温で温めて肌になじませる。肌になじませます。いや本当に変わってくれるといいな。美容液をたっぷり塗って、はい、初日がこんな感じです。一本使い終わる頃には変わってくれると信じてやっていきます。プラセンタチャレンジ10日目です。動画で見る分にはシミやクマは消えてないか。私がプラセンタ検証をしてること知らない人3人からくすみが消えてる、クマが薄いとか言われるようになったんですよ。今日クマ濃いなね。動画だとやっぱそんなに分かんないかな。自分でも保湿力の違いはもう分かってます。全然違う。今マスクして仕事に行くので化粧は結構塗って、クマとシミのとこに軽くコンシーラー塗る程度で仕事に行くんですが、眉毛も描いてね。トイレ入った瞬間に鏡があるんだけど、そこに映った私のね、この目元があまりに艶やかで、仕事しながらテンションが上がってしまって、美容液を塗って保湿力がすごく上がってるので、コンシーラーのノリがいい。もうここは明らかに違います。美容液で肌のターンオーバーが早くなるとシミが薄くなったりクマが薄くなるっていうのを期待してるんですが、もしかしたらそこはそんなに結果出ないのかもしれない。このまま1本使い切るまでやってみようと思います。今まだ4分の1ぐらいかな、うん、プラセンタ生活40日目です。30日目の動画を撮らずに40日目を撮ってるのはシミ別に薄くなってないでしょ。すごいな、こっちも本当に。そうなんです、シミ美白効果はそこまで感じてなくて、あーちょっと薄くなってるとかないぐらい私のシミが濃すぎるのか。動画は飛ばして40日目で撮影してます。美容液は検証なので毎回かなりたっぷり使ってるんです。使うのは1日1回基本的にお風呂上がりお肌につけてます。こういうのは継続が力なりなので、そう簡単には結果は出ないぞって話なんでしょうね、うん、以前からお話ししてます保湿効果については相変わらず抜群です。改めてプラセンタは胎盤のこと。多くのアミノ酸や成長分子が含まれていて、少量でも細胞の活性化増進する成分。細胞自体が元気になり肌ツヤが良くなる。それは如実に感じます。プラセンタの三大効果、シミ、美白、保湿効果とあるんですが、私個人としては今のところ感じてるのは保湿効果だけ。シミについてはどうなのかしら。このプラセンタは
いわゆるプチプラ、1000円ぐらいで買えるプラセンタ。私は企業案件でやってるわけじゃないし、単純に自分が使ってみていいなと思うものを動画で配信してます。ただ合う合わないは絶対にあると思うので、敏感肌の人とかは気をつけてくださいね。まあ、1ヶ月以上は持ちます。普通に考えたらこれで1ヶ月以上持つのはラッキーです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。プラセンタ生活1ヶ月半目です。これくらいで終わりなので、今日でプラセンタ1本丸ごと検証は終わりにします。お肌のターンオーバーが20代だと28日周期、40代はなんと40日またはもっとかかるそうなので、1本使い切ってもまだ1ヶ月半ぐらいだとはっきり効果はこうですとは言い切れないのですが、現状のご報告。まず皆さんが一番気になっているだろうシミ、シワ、現状維持。現状維持。シワも薄くなったとは特に思わないかな、一番感じたのは肌ツヤの良さ。美容液を目の周りにつけることでパーって明るくなる。あとは保湿で、保湿は明らかに美容液を使ってない時より保湿されてて化粧のノリが良くなったなと感じてます。そして結局思ったのは、私はやらないよりやってみてすごく良かったと思ってるのと、コメントにこのプラセンタを買ってみる、目の周りのシワが気になってるからそれがどうにもならないって書いてくださってたんです。ありがとうございます。私ね、思うんだけど、シワにはそんなに、私のシワ、シミ、クマもですが、レベルマックスですから、 S クラス級だからそう感じるのかもしれないけど、シワはもっとやりようがあるんじゃないかなって思ってて、今実は即効性のあるシワに効くクリームを購入してます。それ使ってみて、よかったら動画にします。ダメだったらしない。あともう一個、シミ、何度ターンオーバーが来ても消える予感がしないこのシミも、シミ消えクリーム買いました。生まれて初めて、楽しみ。それも使ってみてよかったらご報告します。有名なものなので、動画見てくださってる方は皆さん知ってるようなものだと思います。今まで私はシミに関してはビタミン C 誘導体系のものをいろいろ使ったり、シミ消し、シミ予防クリームでここだけ塗ったりとかもしてたんですけど、変わったと思ったことは一度もない。新しく買ったシミ消しクリームにはかなり期待をしています。だから楽しみにしててください。さ、プラセンタ検証はこれにて終了。基礎化粧品を全部一から買いました、効果高いですよってコメントくださってる方がいて、その方がおっしゃってる意味が私ようやく分かりました。お肌をきれいにしようと思ったら、ね、全部ね、シミ、シワ、たるみ、クマ、全部です。全部買えないと無理だなと思って、メイク落とし、基礎化粧品全て買いました。メイク落とし一つとっても、今まで私が使っていたメイク落としは何だったんだってぐらいしっとりするの。メイク落としであれだけしっとりしたら、シワの改善もされていく。クマ、これたるみでしょ、たるみ、こうやったらクマ消える。言ったらこのお顔のことはキリがないんですが、少しずついろいろ変えていいと本当に思ったものを動画にしていきます。今日もありがとうございました。またね、バイバーイ。